こんにちは、こんばんは。絵とヒーリングのアート花吹天です。今回は敵の空間を切り取る技、マーベルの映画ドクターストレンジのイメージが使える、では我々は日常にどう使えるかというお話です。これは実は合気道の技なんですが、合気では自分に向かって攻撃してくる存在、自分の命を脅かそうという気持ちで向かってくる相手に対して愛で交わす、やむを得ない場合は倒すという感じのようです。殺気だって向かってくる相手を敵とは捉えていないと思います。でもここでは分かりやすく短い表現で敵と表現します。合気道の方々は敵を叩き潰すという意識ではないと思いますので、一応お伝えしておきますね。あと久々に絵を描いてました。子供が Twitch というゲームの自分のサイトのバナーに使いたいから、何枚か横長の絵を描いてというので1枚描いてました。絵のタイトルは乗れ進めです。良ければのんびり画面もご覧になりながら聞いてくださいね。今回参考にさせていただいた物理学者であり合気道の家元である安江邦夫さんが、以前のもの同様にこれも誰にでもできるよとおっしゃっているものです。私も早速試しました。安江さんのお話を聞く中では、これは瞬時に相手を違う次元へちょっとずらすとか、自分が違うパラレルにちょっとずれるとか、空間をちょっと歪めるとか、いろんな表現ができそうです。はい、では早速。安江さんはあの合気道の神様と言われた一人、塩田剛造さんのそのお孫さんである塩田正弘さんにその特殊な技を伝授しておられました。最終的にはお二人は、実はこの技は普通のことをしているだけで特殊な修行とかいらない、普通のものだというようなニュアンスで理解されていて、へーとちょっと驚きで嬉しかったです。概要欄に塩田正弘先生がその安江先生と一緒に出ておられる動画をアップしてくださっているので、続き動画2つを貼っておきます。ご興味がある方はぜひご覧になってみてくださいね。塩田先生の動画は普段武道をされていない人にも参考になること満載ですよ。塩田先生は年齢はお若いですが、謙虚に積極的に様々な先生方を訪ねて学び続けておられ、とっても爽やかで素晴らしい合気道家です。安江さんですが、これまでにも我々にも使えるいろんな技、術、便利なものを教えてくださってました。例えばこれは合気道ではなく、どちらかというと陰陽師の術で、これについての動画もアップさせていただいたことがありますが、満員電車の中ででも自分に簡単に結界を張るやり方、痴漢やスリを回避する対策になります。そういうものとか、護身術または人間関係を円滑にするために使える、相手を愛するとか、相手を赤ちゃんと思うとか、イエスの活人術で相手や周りの人に自分は愛されているんだと勝手に思い込むということとか、他にも技ならぬ技をいろいろ教えてくださっていました。今回のもまた実にユニークな技なんですが、安江さんは佐川幸義さんのことだと思うんですが、佐川先生から何度も投げ飛ばされた時に気づいたこと、あとは知り合いの超能力者たちが物の形を変える時の感覚の話、そして物理学者の湯川秀樹先生から受け継いだ素領域理論の観点から腑に落とすことができて、この技を使うようになったようです。早速やり方ですが、見せてくださったのは以前同様に、敵に腕を全力で押さえつけられ動けない状態になった時、もう片方の手が空いていたら、安江さんはその空いた方の手で相手の体を包むイメージを持ちながら、右から左、または左から右へ、どっちでもいいんですけど、アーチを描くように空間を切り取る動作をします。そうしてから楽に相手の体を向こうへ押し倒せます。相手の体をアーチを描くといっても、片腕を押さえつけられている状態で、フリーの腕はそんなに相手の体の背中の方まで伸ばせないので、あくまでも包んで切り取るイメージをするんです。
手は実際には相手の頭の上すら届かない程度のあたりでアーチを描いています。佐川先生は手も使わずにとっさのイメージで切り取ってたそうですが、安江さんはイメージしやすいように片方の手がフリーであればその手でアーチを描くように行うとのことです。はい、で我々にもできると言っても、普段は敵と言えるような攻撃してくる人にはそう滅多には出くわす人は少ないと思います。なので突然そういう攻撃する人が現れても、実際はあたふたしちゃって、あ、相手の体の空間を切り取って空間ごと向こうへ押しのけるんだとか思い出す気持ちの余裕がないかもですね。そういうこともあるし、やはり普段からリラックスしている練習、何があっても慌てない心得とか、前回アップした動画〇〇と友達になっておけ、〇〇とは空間なんですが、自分の周りの空間と普段から友達になっておく練習とか、周りのものやもちろん人々に思いやりを持つ練習をしておくのが良いそうですよ。普段の心がけがこういうとっさの時の術というか技というか、人間が本来持っている力を解放させます。縄文時代などには人々は普通にこういうのを活用してたんでしょう。敵の存在がいるという観念は持ってなかったかもですが、必要な時に空間を切り取る、空間を裂き離れた場所に移動するとか、危ない時にそれを回避するということができていたと。また物を溶かしたり固めたり浮かして移動させるなどもできていたと言いますから、ごく普通の生活の知恵だったんじゃないでしょうかね。じゃあ敵と言える何者かが襲ってくる時以外にもっと普段便利に活用できないかって武道家ではない私のような人たちは思いますよね。でこれ私がこの概要欄に貼った2つの動画を見て思ったことなんですけど、直接相手から腕とか体を押さえつけられていない離れた状態にでも使えるんだろうと。空間と友達になって自由に動かせる武道家は向かってくる鉄砲の弾や剣の刃も当たらなくできると言います。すごいですよね。ちなみに安江さんは数秒後に死ぬ予定だと分かるときはちょっと試したいなと思うけど、それまでは試したくないなと笑っておられました。武道って基本は敵のいる戦いの場にいないこと、あえて戦いは好まないって聞いたことがあります。嫌をない時は手合わせするとね。我々普段はそうそう使わない技かもしれませんが、例えばこんな時にいいかもしれません。どこかの集まりに参加したとか、電車の中とか、知り合いでめちゃくちゃネガティブなエネルギーを飛ばしてくる人にばったり出くわした、または傲慢で自分のことばっかり話していて聞き役にされ続けるのがちょっと時間の無駄で嫌だなという時、手を動かしても動かさなくてもイメージで相手をすっぽり包んでその空間を切り取って空間ごと向こうへちょっと押しやるとイメージするのも効果あるかなと思うんです。でもこの時ちょっと注意がいります。これは安江さんが言ってたことではなく他の方からです。こういう時つい我々は相手を排除したいという思いでそのような技とかワークをしがちです。または相手が放つ嫌なエネルギーをもうと言って相手に返そうとしますが、そうするといつかまた戻ってくるかもしれないので、イメージとしては宇宙とか天と言われる場所に飛ばして浄化してもらう、そして自分に結界を張るなり自分を心地よい光で包むイメージをするなどということをする方がいいと聞きます。嫌って排除するのは分離なので、まあ合気道のように愛で自分と相手の良い距離を取るという感じだと思います。相手がなかなか分かってくれないときは場合によってははっきり伝える、もうそのネガティブな話やめようとか、はっきり伝えるのが必要なときもあると言いますよね。で安江さんがこの映画参考になるので見てみてくださいと言っていて、マーベルの映画のドクターストレンジです。ご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。私は昨日初めて見ました。彼らは空間を丸く切り取るというか、気エネルギーの丸い穴を作ってそこから他の場所へ行き来するんですね。安江さんの門下さんの方々であの映画が大好きでしょっちゅう見ていたっていう人たちがイメージトレーニングがもうできちゃってるので、
安江さんが教えたらすぐにこの空間を切り取るという技を上手にやれたとのことですよ。私は映画のその空間を切り取るという動作だけ見ればよかったんですが、内容自体が面白くて全部見てしまいました。なかなかね、今の現実世界にもあるような人間の心の動きとか、ネタバレになるといけないのでさらっとだけ言うと、傲慢でそういった非科学的な気のパワーとか、その師匠とかに疑り深かった人が熱心に信じてた人にネガティブな意見を浴びせるんです。あの師匠はおかしいと。でもどんどん腑に落ちていって、そういうパワーは人間にはあるし自分もあるんだと納得、そして自分もどんどん使えるようになります。でもその熱心だった人が今度は、やっぱりお前の言う通りだったと師匠に不信し始める。師匠はというと、実はもっと高い愛のある意図があって選んだ行動だったが、その弟子は理解する器がまだなく、傷ついて不信して離れていく。あとパワーを得た人の中には、最初は感謝の喜びから徐々に自分はパワーを得たものだと慢心して闇落ちしていくなどなど、我々人間は脆さと強さがあって、不純さそして純粋さがあって、興味深いなぁとつくづく感じた映画でした。空間を切り取り向こうへ押しやるっていうのは、我々初心者は気をつけた方が良いことがもう一つあります。何かちょっと嫌なことを言われたら、すぐその人の空間を切り取り向こうへやろうと、そういうのをやりすぎて逆に自分の心が弱くなるというのに陥るケースがあるんですね。こういう気、人間や空間のエネルギーを扱う武道家たちやヒーラーのような人たち、湯川先生や安江先生のような量子力学、空間というものを研究されている学者たちには全く不思議事じゃないことも、一般の我々にはちょっと不思議事に感じてしまいますよね。でも安江さん曰くは、修行とか実はいらなくて、普段から無邪気、赤ん坊の心で暮らせば空間を扱うことは楽にできるそうですよ。考え方は様々で、ある人は自分の空間には守護霊たちの存在がいて、相手の守護霊たちとコミュニケーションをとって、それを肉体を持ったその人に何らかの作用を起こすと。またある人は気とかエネルギーとかが充満している空間と友達になって良い方向へ作用させると考える。またある人は物理学者のように、空間、泡の空間とか量子、その泡の合間に切れ目を作る、すなわち空間を切り取ると考える人もいますね。この必要な時には相手の空間を切り取って動かすという時、合気道の人もまたそうでない人も、ドクターストレンジの初期の練習の時のように、見えない空間を切り取るということに集中しているので、その時は相手を憎いとか排除したいとか、はたまた愛してとかも考えずに、ただニュートラルな意識状態になってるんだと思います。それが多分いいんだと思います。ニュートラル状態がいいんだと思います。まあ、ちょっと遊び感覚ででも試してみてはどうでしょうか。はい、では今回はこの辺で、いつもご視聴感謝します。よければチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。ではまた。